はい、お世話になります。新機動戦機ガンダムウィングよりハイグレード144/1アルトロンガンダムがプレミアムバンダイより届きました。2024年10月発送、販売価格2640円となっています。はい、それでは早速商品ページ説明文の方から確認していきます。新機動戦機ガンダムウィングよりシェンロンガンダムを回収したアルトロンガンダムがハイグレードシリーズで登場。特徴的な機体形状や印象的なドラゴンハングなどを新規造形で再現。バックパックを新規造形で再現。ウィング部分には複数の可動軸があり、様々な表情付けが可能。ビームキャノンは3つの回転軸で角度付けが可能で、根元部分は水平に回転。特徴的な武装類が新規で付属。ツインビームトライデントは収納状態の塚が付属し、喧嘩することができる。ドラゴンハングは腕とのジョイントパーツと可動軸により、牙、顎が可動し、表情付けが可能。付属の延長用パーツを関節2箇所に組み付けることが可能。さらなる伸長状態を再現。関節部に可動軸を設けることで肩部へのアームの格納、展開を再現。幅広い可動で劇中をイメージした様々なアクションを再現。はい、ということです。今回のアルトロンベースとなっているのは2022年9月一般販売のシェンロンガンダムですね。ちなみにシェンロンの販売価格1650円、アルトロンは2640円となっています。さて、今回のアルトロのランナー構成ですが、シェンロンガンダムランナー3枚とガンダムウィングフレームランナー2枚、そして新規のアルトロンガンダムランナー4枚という内容になっています。はい、ただしシェンロンガンダムランナーにはアルトロンの新規パーツが一部追加されています。ということで、流用部分、新規部分を説明いたしますと、本体の関節部分はガンダムウィングフレームランナーが使われていることもあり、アルトロンとシェンロンは共通です。またガンダムウィングフレームランナー以外ですと、ドラゴンハングのアームの関節部分、腰部の裏打ちパーツなどがシェンロンからの流用ですね。外装では頭部アンテナ、胴体と腰部全般、側部のソール部分、シールドなどがシェンロンからの流用です。以上の部分を除いた頭部、腕部、脚部、ウィングなどの背部、ビームトライデントが新規要素ということになります。はい、それでは今回のキットアルトロンガンダムの機体解説へ移ります。オズの月面基地に拘束された5人のガンダム開発者たちが、同基地に回収されていた中波状態のシェンロンガンダムを極秘に強化回収した機体。機体名称はシェンロンガンダムの特徴であったドラゴンハングを改良し、両腕に装備したことからアルトロン（二刀流）と名付けられたが、チャン・ウーフェイはシェンロンと同様にナタクと呼称する。また機体カラーも緑を基調とした色に変更されている。宇宙での運用のためにスラスター出力の強化と両頸部にサブスラスターが追加され、格闘戦を主体とするコンセプトを引き継ぎつつも、さらに強化した機体となっている。ファイティングサイトは宇宙に対応した改良が施され、後頭部に追加されたカメラにより敵機を速やかに察知することが可能となっている。機体名の由来となったドラゴンハングは改良され、破壊力はそのままに小型化されたことで利便性が向上しており、両腕に増設されている。内蔵されている火炎放射器の威力も強化され、より迅速に拠点制圧が可能となっている。蛍光武装のビームグレイブは5人のガンダム開発者がオズで開発したメリクリウスのクラッシュシールドの技術を応用し、ツインビームトライデントに強化されている。バックパックにはウイング上の特殊推進装置ランダムバインダーが追加されている。これは2機の可動式ウイングに計6機のスラスターノズルを備えたもので、機動性と運動性を向上させるとともに精密な挙動を可能としている。またドラゴンハングの伸縮可能なフレーム技術とバイエイトのビームキャノンの技術を合わせた2連装ビームキャノンが追加され、中遠距離戦に対応するとともに死角をなくすことに成功している。
はい、ということです。では続いてアルトロンガンダムの武装についてです。まずはバルカン砲、頭部に左右一対二門内蔵されている機関砲、回収前と同様に主に牽制に使用される。ツインビームトライデント、グリップの両端から三つ股のビーム波を発信する接近専用のビーム兵装、片側のみ発信することも可能。複数の敵機に対応するための兵装であり、メリクリウスのクラッシュシールドの技術を応用し、ビームの粒子を加速増幅させることで破壊力を格段に向上させている。非使用時には束が短縮され、ランダムバインダーのラッチにマウントされる。ドラゴンハング、両腕部に装備されている流頭型のガンダニウム合金製クロー、遠心腕部による攻撃方法は変わらないが、両腕に装備されたことで攻撃範囲が拡大されている。また破壊力はそのままに小型化され、使用時にマニピュレーターが格納されない方式に変更されている。火炎放射器、クロー両脇に2機ずつ内蔵されている火炎放射器、火力が強化されており、4機合わせて放つツインドラゴンハングファイヤーは回収前の10倍の威力を誇る。ビームキャノン、バックパックに伸縮可能なフレームを介して装備されている2連装ビームキャノン、バイエイトのビームキャノンの技術を応用し小型化した兵装で、フレキシブルに稼働し、さまざまな角度に照準を向けることが可能。これにより死角がなくなったほか、両腕が塞がっていても攻撃可能となっている。アルトロンシールド、左肩部に装備されているガンダニウム合金製の円形シールド、両腕にドラゴンハングが装備されたことで装備位置が変更されている。機体本体に合わせてカラーが変更され、名称も変更されているが、性能はシェンロンシールドと同様である。はい、ということです。では続いてアルトロンガンダムのパイロットチャン・ウーフェイについて。本来のオペレーションメテオのコロニー落としには反対の立場を取り、シェンロンガンダムと共に地球に降下。これはコロニー内部でメイランがお気に入りの場所とし、彼女の死後、ウーフェイがその墓を建てた花畑を失いたくなかったからである。以降は常に単独行動をとっていた。ヨース港に降下後、連合軍空母及び軍港湾施設を破壊、以降インダス補給基地などを襲撃しつつ精神、ルクレツヤ・ノインの士官学校と新型モビルスーツトーラスの開発拠点を兼ねるアフリカ・ビクトリア湖基地を襲撃した。ニューエドワーズ戦では緊急情報が間に合ったことも幸いし、5人のガンダムパイロットの中ではただ1人オズの罠を見抜いていた。作戦後逃亡するトレーズ・クシュリナーダを殺そうと追撃、トレーズが座礁する客船を捕捉するも、わざわざガンダムを降りて剣でトレーズと決闘を行い敗北する。死を覚悟したものの見逃されている。その結果、弱い者が戦うことを嫌っていた己自身が弱いという矛盾によって自信を喪失し、戦う意志を見失いかけるが、己の弱さにめげず戦うサリーポーとの出会いで再び戦う意志を取り戻した。シンガポール宇宙基地より宇宙に上がった後は、単独で宇宙要塞バルジに攻撃を仕掛けるなどオズへの反抗を続けるが、地上用で損傷著しいシェンロンガンダムの強化を目論んで、わざとオズに投降する。月基地でデュオ・マックスウェルと共に拘束されているところを、ガンダムパイロットを疎ましく思うツバラフの手によって抹殺されかけるが、レディアーンの月基地攻撃の混乱に乗じて回収されたアルトロンガンダムと共に脱出、戦場に戻る。月基地脱出後はアルトロンガンダムの調整も兼ねて故郷の L5 コロニーに戻ったが、オズの襲撃に際し出撃したところで一族がコロニーごと自爆、戦闘には勝利するが悲惨な結果となる。このコロニーの自爆でウーフェイがオペレーションメテオに反対してまで守ろうとしたメイランの墓も失われてしまう。
その後は最後まで一人で戦うことを貫こうと単独でオズ、ホワイトファングに対して攻撃を仕掛けていたが、連戦でアルトロンは中破。そこをヒーローユイとサリーポーの乗るシャトルに拾われる。そこでウィングガンダムゼロに乗ることをヒーローに勧められ、その際ゼロシステムにより皆と戦った方が良いと悟り、以後ピースミリオンで行動を共にすることとなる。艦内ではデュオとトロアのチェスの勝負に割り込んだり、カトルの作戦指揮に従うなど意外にうまくメンバーに馴染んでいた。また最終決戦において再び宿敵と目するトレーズのトールギス3に決闘を挑み、勝利するもトレーズがわざと敗北、戦死をしたとも取れる行動を取ったために自ら勝ち逃げと思い込み、2度目の精神的な敗北を味わうことになった。その後はヒーローに取り落としたツインバスターライフルを届け、結果的にウィングガンダムゼロによるリーブラの地球落下阻止に一役買った。ドラゴンハングが付属し展開します。展開時の延長用パーツが別途付属し、伸長状態を再現できます。ビームキャノンが付属します。ツインビームトライデントが付属します。別途収納状態のグリップが付属し、ウイングにマウント可能です。シールドが付属します。握り手、平手、グリップの持ち手が付属します。脇の下と前腕に合わせ目が出ます。ちなみに合わせ目が出そうなウイングやビームトライデントは段落ち処理が施されています。足裏、親指、首裏に肉抜き穴があります。柔軟な首関節で自由に顔の向き、角度調整が可能です。腕は地面に対し水平程度までなんとか持ち上げ可能です。肩、上腕の付け根、手首に回転軸です。肘は160度ほど曲がります。ドラゴンハングの展開が可能です。ドラゴンハングの牙や顎が稼働します。肩部のアームが展開します。延長パーツを追加してアームのさらなる伸長状態を再現可能です。延長パーツは片腕につき2つで、パーツの抜き差しの作業が発生します。アームの各関節は横方向にそれぞれ90度、合計180度曲がります。また回転軸もあります。肩部シールドの基部が稼働し、角度調整が可能です。腹部、腰部の稼働点で前後屈と姿勢の傾けが可能です。そして腰に回転軸です。股関節の軸がスイングします。腰部の走行はすべて稼働します。横方向、縦方向ともに大きく開脚可能です。大腿部に回転軸です。膝は160度ほど曲がります。柔軟な足首関節で地面の接地性も十分です。ウィング基部の角度調整が可能です。また中央部に可動点があります。ビームキャノンの角度調整、表情付けが可能です。はい、それではマスターグレードのエンドレスワルツ版アルトロンと比較したいと思います。マスターグレード100分の1アルトロンガンダムエンドレスワルツ、プレミアムバンダイ発売されたキットで2024年10月発送、販売価格4860円です。エンドレスワルツ版はカトキハジメ氏によるリデザイン版アルトロンです。設定上はテレビ版のアルトロンと同一の機体となります。機体カラーの緑は深緑に、外観は本体形状がシンプルとなっていますが、ドラゴンハングはより強調され、大型化したものに変更されています。一方シールド、ビームキャノンはオミットされています。テレビアニメ版アルトロンではドラゴンハングは腕と一体型で、腕自体が伸縮しますが、エンドレスワルツ版はドラゴンハングに直接伸縮アームが接続され、
テレビアニメ版とは展開時のギミックが異なります。お互い追加パーツを使用し身長状態を再現することになります。はい、ということで以上ハイグレード144分の1アルトロンガンダムの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。